皆さんおはこんばんちは、うぷ主の親友です。今回函館記念の予想をしていきたいと思います。今回はこんな感じ。本命に筑波東王、対抗に里のアレス、ターン穴にステイインシアトル、前下にバリからの手紙、そして裏注目にマイネルミラノ、ルミナスボリアー、以上6頭を推奨します。そして勝った馬券がこちら。まあ、今回は結構硬いところ狙ってるから、配当は期待できないね。さあ次は、オールパスレルのコーナーです。7月5日更新のオールパスレル、現在週3日、半路で、1ハロン、13秒から17秒のキャンターを、2本こなしてるようです。そして多少ここに来て疲れが見えるようです。リフレッシュしつつ、門別競馬のゲート練習に行くようですが、ゲートの出た後左に寄れるので、よく確認した上で向かうそうです。なのでデビューは8月中旬前くらいかな？今後もオールパスレルに注目です。